誤解を招く表現で申し訳ないんですけど、あの男子校ってホモホモなんですよね。ホモセクシャルじゃないと、ホモの場所なんで、言っていいですか。普段僕はもうセクハラダメと言われてますので、今から話すと下ネタもあると思うんですけど、まあ、みんなでパンツを下ろしたりしたんですよね。パンツ掴んだりとか、それ同性行為じゃない、ないの。ないでしょ。だから境界線がみんな分かんないんですよ。でちょっと言うと、僕が今回その同じ男子校のね同級生がいたんで、僕同窓会の幹事やってるんで、こうやってやってよろしくねって言ったら、もう芸疑惑です。ゲイで、からかう程度の人もいるし、去っていく人もいるんですよ。もう口きりもないっていう。ミクシーを僕始めたんですよ。ミクシーを紹介してくれる人は台湾時代に知り合ったね、もう30年の友達で、それに台湾ってあの、アジアで一番そのパレード大きいんですねってしたら、怒りのメールが返ってきて、あなたゲイなんですかみたいな、私関心ありませんよ、そこだって書いてあって、でこの間書いてたんで説明したら分かってくれたんですけど、だからなんかこう感情的になっちゃう人が半分と言いますね、3分の1がいるんですよ。でそれは僕がこの運動にのめこのハマってるきっかけだったのかなって感じするんですけど、さっき言った通り、最初に僕がキスしたのが運命的にゲイの人だったんで、僕は逃げられないなって。で大学時代に天安門事件の3ヶ月前に中国行った時に、ガイドさんがゲイだったんですよ。でその後に自動車教習所行ったら、僕早稲田出身なんですけど、同じ部屋にゲイの男性がいて、先輩だったんですよ。で僕新宿二丁目に3回ほど行ってて、3回目が大辻加奈子さんの事務所なんですけど、2回見た時のその名前するかあのカウンターバーの向こうにいる美子さんだったかな、現地のね、がやっぱ早稲田の先輩だったんですよね。だから早稲田の隣で今日やってますけど、運命かな、もう逃げられないからやろうって、そういう感じです。だからじゃあ澤部さんと倉島さんは別の意味でのピリピリをね感じる人たちに接してたんですよね。のんけで、のんけがピリピリしてたよってこと言ってるんですよ。のんけがピリピリしてたんですよ。でね、僕ね、そののんけってことも怪しくて、ピリピリしてる人はのんけじゃないんじゃないか。七味唐辛子じゃないんだろうけど、一味唐辛子ある人で、で自分のね、なんか嫌な部分を僕に言われたから、もう一つ言いますよね。あの河合塾とか SEG とか働いてるんですけど、ちょっとそれちょっとそれっぽいですよ。なんか会員の方いて、で僕がこう公言するとスーッと去ってくるんですよ。あ、そうやって言います。で、いやそうなんですよ。で僕は今両者に敵を作っちゃってて、ノンケからも責められる。で、僕はクローゼットの人からも部外者ないっていうね、感じ責められて、平家と源氏のどっちかにつきたいんだけど、両方から狙われてるっていう。そういう感じなんですけど、はい、それはこの問題のね、すごい複雑なとこだし、面白いって言うと不謹慎ですけど、そうなの、はい、面白い立ち位置に、はい、います、はい、はい。